おはようございます。デベソライダー吉です。車多いですね、尾道バイパス。多い多い今日は。はい、明日からねむちゃくちゃ寒い大寒波がやってくるということで、土曜日の本日ちょっとお出かけしております。本日、向かう場所三原市です。食べ物じゃないよ。はい、昭和懐かしいねちょっと模型屋さん行ってみたいと思います。何度かね私アメバブログの方ではね紹介してるんですけども、はい、もう山積み、もうほんと狭い場所に模型がもうほんと天高く積まれてる、そんな昭和チックな、模型屋さん、何か目当てがあってね買い物をしに行くわけじゃないです。ちょっとそういった雰囲気を味わいに行ってみたいと思います。はい、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。また信号無視、老害だね。高齢者が乗ってる車ってどんどんなにマナーが悪いんかね。まあそんな僕も高齢者か。はい、もうちょっとしたらね三原を代表する商店街あると思います。わ、みかんだね、すごいね。こういったね八百屋さんとかがいいね、いい味醸し出してますね。はい、これが三原城跡です。お城がないんだよね。あればねこれ福山の駅にね一番近いお城って言われてますけどね、これお城が建ってたら一番近いんじゃない、日本一ね。はい、ここをまっすぐ行きますね。何商店街って言うんだろうね、ちょっとよくわからんですけど、この商店街の一番外れに模型屋さんがあると、ここですね。はい、大浜模型店です。いいですね、雰囲気ありますね。はい、大浜いや模型店到着です。なんかね動画撮ってもいいっていうことなんでちょっと撮影してみましょう。一生もう入り口からもうめっちゃ味のある商談して、から奥まで車です。ここからスーパーかたね、富士見の。
で、トミヤですね、うん、ガンマフトマーメイ、長谷川慎で、こっから戦闘機、これ見てください、戦車だね、タイガーなんか猫が好きな人多いって、うん、で勝手に乗せとってみたいな、ね、もう13年もおりました、うん、はい、大浜屋模型店行ってまいりました。すごいね、所狭しとプラモデル並んでました。動画撮影もね、断りを得て撮ったんですけども、その後 YouTube アップしていいですかと、最初はねちょっとダメかなと思ったんですけども、奥さんおじさんと話す中でね、いろんな、会話溶け込んできました。はい、で結果的に乗っけてもいいよということで、高齢の夫婦がね、やられてるということで、もうこれ以上にぎわってもらおうたら わしらも世話できんからなということで、はい、でもね、なんとかなくしてもらいたくない、お客さんも絶えなく行ってもらいたい。プラモデルね、1個売ったと言っても利益はねそんなに出てこんかもしれん、うん、まあ、かといってお客さんがあの狭いところにね押しかけてもなかなか機能しないでしょうけども、はい、この先もねちょっとまあ末永く、お店やっていただければなと思います。はい、優しいおじちゃんと優しいおばちゃんでした。でアイドルキャットもいたね、いい雰囲気でした。はい、三原を後にしていつもの場所に帰ってまいりました。あー、ゆつみの海ですね、本日も穏やか。明日から大寒波来るんかね、ほんまに。はい、そんな動画になりました。三原の木屋さんもね、味のあるお店でした。皆さん興味のある方、どしどし行っておばちゃんだと楽しい会話楽しんでみてください。それではご視聴のほどありがとうございました。